決勝戦はどう戦っていきますか。そうですね。最強勢が分かれるみたいなんで、空いてる武田君にはい活かせてもらいます。武田選手との連携はありますか。はい、もう何度もあって優勝も取らせてもらってるんで、はい、相性はいいと思います。どんなタイプですか。もダッシュが強烈なんで、まずは離れないようについていきたいと思います。連日日向選手と一緒なんですけれども、どういう風うに見てますか。日向君はいつも言ってくれるので。 はい好きですファンの皆さん、直線期待されますががいかかでしょうかそうですね、はい突っ込めるチャンスがあれば、突っ込みたいです尾崎選手との連携はありますか、まあ、あの初めてなんで、はいどんなところが尾崎選手の魅力だと感じてますか。まあ、あのいつも先行をうまくかけるんで、まああの、強いイメージはあります。 10月の優勝から5場所続けて決勝に進んでいますけれども今のリズムはどうですか流れはいいと思います決勝戦はどう戦っていきますかま日向君の番手で青森勢三者で頑張ります決勝戦はメンバーご覧いただいてどう挑んでいきましょうそうですねまあ、緩めとかあれば行きたいと思います青森で並べるっていうのはどうですか そうですね。はい、まあ、初日に続き、まあ、あんまり無理しないように <laughs> したいと思います。今回一着、二着ですが、レースの内容も含めて、どう感じてますか。まあ、自分の得意なパターンで勝っているので、いいと思います。武田選手もかなり爆本数も多いようなんですが、どう挑んでいきたいんですか。まあ、自分の持てるように、まあ、いつも通り。 まあ、気負わず頑張ればいいと思っています。今日の思いっきりのいい選考で逃げ切れるよう頑張るので、応援よろしくお願いします。一着量産中ですけれども、レースではどんなことを心がけてますか。えっと、しっかり仕掛けるように心がけてます。今回の決勝戦はどう戦っていきたいですか。えっと、後ろに原田さんについてもらえるので。仕掛けたいと思います。えっと、三日間応援ありがとうございます。 最終日も頑張るのでよろしくお願いします。